ボンドストリート西を見た農法の風景。農法はニューヨーク市マンハッタンクダウンタウンに位置する地区である。農法という名前の語源はハウストンストリートの北の省略形であり、ハウストンストリートの南の略である双方と対応なしている。この地区の西端はマーサーストリート、東端はバワリー、北端は東9丁目、南端はハウストンストリートである。農法には主に ロフトアパートメントが立ち並んでおり、これらの建築によってこのエリアはマンハッタンの中で最も高級で人気のある一つとなっている。これらの建物のそういう仮面積が近代的高層ビルと比べて小さく部屋の供給量が少ないことと、このエリアのロケーションがいいことは家賃が高騰する原因となっている。ニューヨーク市歴史建造物保存委員会はこのエリアの 大部分の建物125の歴史建造物を含む歴史地区として2003年に指定した。この歴史地区は農法歴史地区及び農法東歴史地区の2つに分かれている。1748年、スイス出身の医師ジェイコブス・スペリーはニューヨーク市内で最初の植物園を現在のラファイエット・ストリートとアスタープレイスの交差点付近に設立した。 当時の市街地はこれよりも1マイルほど南までしか到達しておらず、この植物園は市内の人々のリゾート地となった。1804年までにジョン・ジェイコブ・アスターはその植物園の土地をスペリーから購入し、ジョセフ・ドラクロワへ取り入すした。ドラクロワはボックスホールガーデンと呼ばれるリゾート地をこの場所に建設した。このリゾートは それ以前より南のトライベッカに位置していた。ドラクロワへのリースは1825年に契約が満了し、この場所にはラファイエットプレイスが建設された。ラファイエットストリートが1820年代に開業した時、この通りはニューヨーク市で最も流行のエリアとなった。この時代から現存している建物は当初のコロネードローの半分のみである。この建物は 建設業者、セスギアのために、アレクサンダー・チャクソン・デイビスが設計し、1833年に建てられた。この建物の向かいは、パブリックシアターであった。ここが、軽工業と倉庫地区であった時代、ロバート・メープルソープのロフトは、農法にあった。ありがとうございます。